ジェームス店舗ジェームスは、トヨタモビリティパーツが運営するカー用品量販店。1996年に第1号店となる、グリーンロード店を愛知県愛知郡長久手町に開設し、以降直営店、フランチャイズ店を全国展開させている。JMS の名前は、ジョイフルモートリストショップの頭文字からの抜粋。テーマは、オープン、ユアカーストーリー、みんなのがージ。 車が愛車に変わる場所。トヨタグループの会社であるが、トヨタの名前を全面に出さず、他メーカー部品の販売、車両メンテナンスの受け入れも積極的に行う。とりわけ輸入車においては、ボッシュ製の外部診断機なども配備し、他頻度メンテナンス部品の在庫も保有している。部品代と工賃をセットとしたピットメニューの展開を積極的に行っている。 これにより車に詳しくない人でも車の適合を調べる必要もなく、また工賃が別途かかる、作業が終わるまで不明瞭な料金といった不安を取り除くことができる。これはもともとジェームスが始めたシステムではあるが、近年同業他社に真似をされるケースがある。店内には、ジェームスサロンと呼ばれる休憩スペースを配置している。大型の液晶テレビ、インターネットができるパソコン、 漫画、マッサージチェア等が備え付けられており、さながら漫画喫茶のような空間で、整備の待ち時間を過ごすことができる。またキッズコーナーも設けられており、子供を遊ばせておくこともできる。このジェームスサロンから、ピットの整備風景を見ることができる店舗も多い。店舗によっては、無料の飲料サービスなども展開している。また店舗での展示品、買取品等のアウトレット、 中古カー用品専門オンラインショップ、ジェームスリセールガレージを展開している。モータースポーツ活動として、スーパー GT に参戦している、トヨタ画像レーシング6チームや、スーパーフォーミュラに参戦している、インジェングモータースポーツをスポンサードしている。ありがとうございます。